こんにちは。海進整骨院東大阪院院長川端です。今日は腰や背中の痛みが内臓から来ているのか、それとも単なる筋肉の疲労から来ているのかの痛みの違いについて話をしていきます。人の背中には真ん中に背骨があります。そしてその横には背骨を支えるための筋肉っていうのがあります。その筋肉を模型で表すとこのような感じのかまぼこ状になっています。そしてこれが横にあるわけです。しかし普通の痛み、いわゆる筋肉の痛みですね、運動した時に出る痛みなどはこのかまぼこ状のちょうど上、いわゆるこうあるところの真ん中の部分ですね、真ん中の部分に痛みが出てきます。しかし内臓の場合では少し外側の痛みに変わってくるんですね。痛む範囲が広くなってしまいます。そうすることによって広い場合、背中が全体的に痛い場合では内臓から来る痛み、あるいはここ限局して一箇所だけ痛いとかいう場合には筋肉の疲労が考えられます。